どうもたぶやんです。ナムコ三国志2覇王の大陸、曹操のね持てる力をこの奇襲に集めました。武将9人。さあ早速偵察してね、袁紹のどの城に攻めるか決めたいと思います。ここは趙雲が守ってるのが手強いな。なるべくなら趙雲と戦いたくないですね。兵糧攻めできるんじゃないここ太子寺武安国、ちょっと手強いねここは。ここは袁紹委員会、委員会弱いね。準右傾頭悪いよね、準右傾あ、馬援馬頭の武将じゃないのかな、違うのか。長男、弱いね。ただ4人いるんですね。ここは神秘、あ、ここも4人。うわめっちゃお金ある奪いたいなここで。武将4人で神秘が武力低いよね、頭いいけど。よっしょ、美軸角と仲間にしたいね。迷うけどここ攻めたいね。勝ったら金銀財宝が手に入るもんなお金に目をくらん、めちゃくちゃ土地と産業めっちゃ発展してるな。一応後ろの袁紹も見とくか。こう引きこもってるんですよねあとここはあ、5人もいるんだここ。ソジュ、なるほど。まあ当面関係ないかな。 OK、 じゃあ一番東の城を攻めるかな。趙雲とは戦いたくないんでね。命令書使わずに終わったら次のターンに貯金できたらいいのにねそんなんできたらいいのにな。ちょっと国づくりでもしとくか、町の開発。さあ次の6月に攻め込みましょう。あー嘘、董卓軍が出陣やってやろうじゃないか。そうそう、テイク多分南から攻めてくるでしょ。テイククロスね、はいよ。あー西か、うわーいっぱいいるな。さあ様子見てみましょう。利元忠誠63引く。董卓軍の弱点はこれだよね忠誠が低い。範疇頭いいのか。旅券忠誠70微妙。忠誠60代だったらいけるんじゃない、裏切りで。総大将がライドウ、あ、武器は最強だね。武器防具を買うっていうのを覚えましたからね私も一旦待機。さあ来い。さあ誰だったっけ、こいつか。忠誠63テイク軍師頼むぞ、裏切らせろ。武将説得どうだ、失敗か。もう一回裏切れ。あー失敗。待機しよう、もうちょっと近づいてくるまで。さあここで裏切らせたいなこれ。どうだ、あダメか、甘くないか。ダメ？やばいなこれ。家計とかに切り替えた方がいいかな。おー、ダメかー、くそー。ちょっと待ってよ。こいつ範疇が頭いい系。あ、アホ系か。アホ系。家計。やばい、近づいてきた。裏切り。よーし、利源を味方につけました。いいぞ。どうしようかな。波形で、あ、じゃあ洋撃。よし、利源は中性16。お、退却しよう。退却。遠州紀州、あ、3っていうのが武将の数か。なるほど。遠州に退却。よし。また裏切られたら困るからね。そして洋撃。伏兵、あんまり減らないな。待機。両撃。あ、50人。ちょっとずつだね。両撃。よし、ちょっとずつちょっとずつ。テイク軍師大活躍。範疇ってなんか裏切ったやつだよね。裏切りの死じゃなかった？なんか張飛か関羽を死に追いやらせたやつじゃないのかな。待機。どうしようかな。ソースを自ら家計するか。あ、失敗。家計。あれ、ダメか。後世がじゃあ攻撃するか。全体に広く戦うか。さあ頑張ってくれ。やっぱ武力が高くないと騎馬隊っていないんだね。前進、武将も前進。退却禁止縛りですからね。前進するしかないんだ。戦術、挑発失敗。頑張れ後世。範疇はもう仲間にしたくないからね。やっつけろ。よーし、囲め囲め、やっつけろ。武将も前進だ。よーし、騎馬隊後ろから逃すなよ。もう逃がすな、捕まえろ。集中攻撃だ。よし、やれる。我こそは後世なり、いざ尋常に勝負せよ。攻撃。後世お前ならやれる。捨て身の攻撃避けろー、昴生頼むぞ。うわー、やっばー、捨て身の攻撃当たった。倒したか。よーし、打ち取ったり。昴生はレベル上がりました。いいねー、昴生いいよ。やばい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 、手が70に減った。どうしようかな。こいつは旅券武力63、知力87、頭いいな。もう一か八かこれ裏切らないかな。知力71、あ、忠誠71、70か。おお、裏切った、やったぞ、大成功だ。忠誠10、これはもう退却するしかない。退却。よーし、あと2人勝てるな。契約してくんのやめて。契約合戦でいこうか。じゃあこっちも近づこうか。ライドは頭悪いでしょ。で、あ、めっちゃ頭悪いこいつこいつっていうことはもう計略合戦ですね。勝負だ。ライドを仲間にしたいなあ。失敗。家計合戦、計略合戦で勝てると思ってるの。同士討ちみたいなのなかったっけ。表札。あ、ダメなのか。利益転殺できないか。落石とかできないね。これ何、これ海の上で、あ、兵糧焼くやつか。これよーし、よし、そうそう、出陣だ。計略合戦いいよ、かかってきなさいそうそう、前進守備。おい、そうそうに計略聞くかい。さあ行くぞ、曹操自らレベル上げるぜ。全軍前進。あ、曹操やっぱ強いな。騎馬隊2人とね、戦術、おお、いっぱい使えるね。呪縛したいな。もうちょっと待ちましょう。よし、このタイミング、あー、しまった、タイミング遅かった。くっそー。どうしようかな。もう一回同じのでいいか。タイミングちょっと遅かったね、呪縛の。2回ぐらい呪縛が効いたらね倒せるんじゃないかな。よしよし、戦術呪縛、あ、自爆失敗。あ、ちょ戦術呪縛。よし、飛ぶ中で動けない。いけいけいけ。あー、倒しちゃった。まあいいか総大将だからね、しょうがない。戦いは終わりました。が攻めるつもりだったのに今日疲れたね。さあちょっと立て直さないといけないから攻めるどころじゃなくなったな。徴兵ですね。でもそんなにうちの損失はないからな。徴兵700か。テイク大活躍で、ここにね武将が来たから与える、お宝与えましょう。利権旅券が仲間になったな。お宝与えちゃる。やっぱ裏切ると忠誠度が低いね旅券与える。あ、忠誠度低いな、もう全然忠誠上げるの大変ですね。やっぱりでも武将は大切ですね、うん、やっぱ討ち取るか仲間にするかどっちでもね。どうしようかな。攻めますかね。出陣しよう。予定通り出陣。さあ守備は3人でいいからな。右近総攻電報でいいかな、守備は。ということで、上皇花崗豚花崗園はもちろんのこと、あとどうしようかな。そうだね、西洋美法5人で攻めますか。いや6人いくか6人一気にいっちゃいましょうか。行こう。金200と600、600でいいか。米600いくぞ。総大将トンだね、やっぱり加工トン。いくぞ。先鋒隊徐行でいいかな。一気に徐行で終わらせてやる。たくさん武将を連れていくとやっぱりね、機動力がもらえるからね。花崗豚は一番後ろで徐行が一番前にいるか。いや2番手でいいか。頭いいやついないか頭いいやついないか。西洋とかね、水軍か美法。やっぱ徐行しかいないね花崗園副将だね。ということで徐行かな。行くのガンガン行くぜ。遠いな城がどうしようかな。西洋とかみんな連れていくか。誰か来たね。誰だこいつ。おお、めっちゃ来た。これは予想外。誰？よいしょ。ちょっと情報みたいな。敵の強さわからん。がっぷり四つだねこれ。やばい。ジョコすごい。牙が 3体もいる。ソースより上じゃないか。よし、ジョコの方が上かもね。よしょよりここで打ち死にするわけにはいかんよ、ジョコ。よし、騎馬隊3人がいけ。呪縛失敗。戦術呪縛失敗。よし、武将も前進するか。いけ、騎馬隊3人が仕留めちまえ。よいしょ、捕らえる必要ねえぞ。いけいけ。おお、いいね、囲んだぞ。勝てる。よし、勝てるな。追い込んだ。おお、降伏しないね。打ち取れー。よし、弓も当たった。倒したな。まだか。降伏するでしょこれ。お、倒したー。両将あっぱれなり。撃破したぞ。危なかったなもうちょっとジョコお役御免ですね。どうしよう。頭いいやついないしなあと計略合戦じゃなくて肉弾戦になってくるな。神秘、神秘頭いいからね。中性も高いしな。これは知力合戦では勝てんぞ。またなんか一気に攻めてこられたら困るしな。全員で一人ずつ行くしかないね。これはちょっとずつ近づきましょう。で一気にね、近く、ある程度まで近くに行ったら一気に行くっていうね。まあ総大将は総大将まで行くことになるとちょっとねまだまだ遠いよ。随分計略のね鬼たちがおるからね、厳しいな。ビフォーからいこうか。もうちょっと近づかないとな。待機。よし、まだここでは契約されないねさあ、どの辺だちょっと怖いな。あんまりちょっと総大将のとこまで一気に行きたいな。計略されるだろうな。うわ、来たー。うわ、めっちゃ減った。いやいや、怖い怖い。計略合戦怖い7日目。うわー、めっちゃ減ったな。くー、行くぞ、一気に行け。よし、B4 も死ぬ気で行け。これはね、左右に広がって弓隊の数を減らそう。頑張れ B4、 頑張れ。お国のために頑張るんだ、義のためにね。めっちゃ指打たれてる戦術なんかないかな。あー、挑発、まあ、それで無理だよな。神秘に対して挑発は歩兵が全部ね意味ないんだよなこれ。しかも火矢打ってるやん。怖いわ。騎馬隊だけが頼りだね。真ん中突き進んでもやられるだけだぞ。これはまずい。あ、でもちょうど真ん中が空いてるぞ。無償前進でいいんじゃないこれ。一騎打ち勝負だね。オッケーオッケー、みんな総大将のためになんか道を開けてくれてるぞ。下の騎馬隊は頑張ってるし、おおいいね、壁役になって歩兵が。これもしかすればもしかするぞ。ビフォー退却不可の縛りがあるからね、ルールがあるから、タブヤンルールが。いけー、よーし、これいいね花道が開いてる。おお騎馬隊頑張ってる。たどり着いたぞボスまで神秘と一騎打ちしたら勝てるんじゃない？いいね。よし勝てるんじゃない？まだか。弓隊を倒さないとな。ちょっと神秘もビビってるだろうね今どうしようかな。包囲作戦でいいんじゃない？包囲作戦。よし、ちょっと武将待機だな。包囲で。よーし、もう勝てるなこれは。やばいなどうも微妙だな。神秘仲間にしたいけどな。武将も包囲作戦でいいか。どうだこれ。ダメだね、ちょっとダメージ与えないとダメか。前進でいこうか。前進でちょっとダメージビビらさないとダメだな。ちょっと神秘降伏しろ包囲包囲包囲でいいんじゃない？おーし狙い通りですよーし打ち取ったぞー。いやー死ぬかと思ったな。やりました、取りましたよ。めっちゃお金あるめっちゃお金あるよ。どうしようかな。やっぱまずは褒美与えようか。神秘、あ低いなこの総大将以外の武将は逃げちゃうんだよね。それがね捕まえれたらいいんだけど、徴兵しようか。贅沢に神秘の分も徴兵して7000、お金あるからねよし全員回復、よく頑張った。医者にも入れ、あ神秘だけか、怪我してるな神秘の忠誠あげた方がいいよね。よーしこの勢いに乗って炎症を滅ぼすぞ。引き抜かれるか、大丈夫か。日照りやめてよ。忘れた頃に秀樹。おお、命令書5枚嬉しい白1個で1枚増えたら嬉しいね。いいね、5枚。ということで、ここで、一旦区切りたいと思います。炎章のこの関係、これでね、一番奥に隠れてる炎章とも隣接しましたんでね。よし、次もどんどん、中精度上げた後に、続けて炎章を攻め込みたいと思います。それではまた、さよなら。